今日のステージ、博多、天神、大丸さん含めて、まあ、25ステージ、クリスマスマーケットをやらせていただいて、もちろん初めての、ありがとうございます。初めての方も、いつも応援してくださる方も、来てくださって、本当に嬉しく思っております。やっぱり時間つけてですね、こうやって楽しめる時間を、共有できるっていうのは本当に、ありがたいので、僕たちはもう音楽を通して笑顔だったり勇気だったり、活力だったりを、届けていけたらいいなと思って、ステージに毎回、立たせていただきました。なんでですね、ワールドラフって世界を輝かせるっていう意味があって、ワールドラフ、つけております。なんでこれからも、まあフリーライブは今日が最後なんですけれども、また今年歌い納めが12月30日に、ライブハウスであります。それが今年のラストにはなります。そして来年もですね、1月、ライブたくさん決まっております。1月15日には、もうライブハウスなんですけど無料で、ライブが開催される、学生さんとのコラボイベントもあったりしますので、ぜひそちらもですね、一緒に来て、来年も一緒に、僕たちと一緒に遊んでいただけたらなと、思っております。スールからじゃあちょっと一言だけサクッと、はい、2021年すごく苦しくもうすごく充実した1年になりました。でもこれは本当に普段から応援してくださる皆さんも、こうやって新しく泊まって聞いてくださる皆様もおかげで僕たちはこうやって歌えることができてるんだなって今年1年改めて思いました。なので僕たちからのメッセージは今回のこのステージでね全部詰め込めたと思うので、今日がもう多くは僕はちょっともう語らないので僕たちからのメッセージが届いてたらいいなと思ってます。本当に今日はねこの寒い中っていうかこのクリスマスイブに集まってくださってありがとうございました。本当にありがとうございました。ワールドラフでした。ワールドラフさんでした。ありがとうございました。メリークリスマス。今一度大きな拍手をお願いします。